はい、皆さんこんばんは、チョコミントです。今回もですね、トゥームレーダーやっていこうと思います。よろしくお願いします。これをですね、落として、よいしょー、オッケー、下に行こうかな。もう敵いないよね、怖いんだけど。え、何、怖い怖い怖い、急に。古い公開日誌、なんか音楽も怖いな。え、怖い。数ヶ月に及ぶ発掘調査の結果、この島特有の天候に関する新たな情報を入手した。また沿岸部の発掘現場からは鎌倉時代の名高い将軍の墓が見つかっている。この発見により謎解きに必要な情報が全て揃った。これでようやく嵐を制御できるだろう。これでようやく嵐を制御できるだろう。こちょっとなんかおかしかったな今。できるだろうちょっと謎解きができそうですね。謎が解けそう。基地に古墳が。嵐を制御するにはどうしたらいいの。謎を解かなきゃ。こっちにも、よいしょー、いけるかな。ちょっと待って、あっちはどうやって行くんだろう。え、これじゃない？違う？違うか。あっちから行けるのかな？え、どうやって行くんだろう、あれ。ここ行きたいんですけど、これでいいんですか？よいしょー。あ、オッケーオッケーオッケー。よいしょ。取れましたね。なんか本当にあのお城のところでもう終わりかなと思ったけど、結構長いですね本当。あ、宝物。店舗通報ね。日付は読み取れないけど、19世紀半ばに日本で大量に作られた貨幣よ。店舗。オッケー。時間はなさそうですね。で、どこ行けばいいんだろう。帰るためにはどっちだろう。こっちかな、確か。怖いな、急に出てこないよね、モテキさん。火はちょっと閉じとこうかな。あ、なんかある。さっきー。よし、戻るぞ。みんなのところに。あ、ここだ。オッケー、開けるね。よいしょ。こっちにお宝がありましたね。16世紀にポルトガルが植民地のマラッカ用に作った貨幣ね。きっとあのガレオン船に乗って流れ着いたのね。なるほど。あとここにもう一個何かがあるはずなんだけど、あれ？これか？あ、こっちか。オッケー。はい、でもここのものは全部取れましたね。あとはここにあれを結びつけようかな。よいしょ。で、行こうと思います。シュルルルルルっとね。あ、これ上登る系じゃないの？あ、降りる系？オッケー。じゃあみんなの元に戻ろうと思います。ドキドキ。
狭い道が怖いよね本当に。ね、なんか出ませんように。まあ、夜になってるから怖いな。オッケーかな？あ、ここにもあったなんか。何があるんだ？あ、ポイントと何もないかな？何もないですね。こっから行けるよっと。危ない。危なかった。よいしょ。オッケー。向こうに一気に行こうと思います。え？いるやん。バレへんの？行ったら確実に死ぬぞ。逃亡した住人が隠れるには絶好の場所だろ。そこに行ったら死んでるかよ。やばいやばいやばい。心配したよ。大丈夫。アレックスは助け出せなかった。あんたと一緒にいると生存率低いみたい。レイエス。なら私を避けた。めっちゃ言うやん。いいから食べよう。今のところ静かだけど、ずっとこのままとは限らない。確かに。仮にここで死ぬとしても、空腹で死ぬのはごめんだよ。飯がうまいと気分も晴れる。ようやく前向きになれたな。ご機嫌になった。レイスが修理を終えたらすぐに元の世界へ戻れる。しかしとんでもない土産話ができたな。本当、二度と卑弥呼の名前なんて聞きたくない。確かに。一緒に合わせて出航だよ。待って、ダメ。ララもういい加減にしてくれない？逃げられない気がしてるのは私も同じだよ。確かにマサイアスは正気じゃないかもしれないけど、目は本気だった。彼は卑弥呼が蘇ればこの島を出られると思ってる。確かに異常だけど、この島自体異常だし。これは自然の嵐じゃない。いい加減に認めないと。確かに船が嵐に襲われた時、何か恐ろしい気配を感じた。ここは呪われてる。どこ行くの？崖の古い基地の下に遺跡がある。マサイアスたちはそこで嵐を操るヒントを得た。何があるのか確かめに行く。準備ができたら出航するよ。分かった。あんたがいなくても。ララを置いてはいかない。お願い待っててね。すぐ帰るから。すぐ戻るから。ちょっと待ってて。オッケー。研究所を目指して登れ。オッケー。その前にね、ちょっとね、シークレットトゥームがねあったんですよ、ここら辺に。そこを取ってから行こうかな。せっかく行けるようになったんで、ここね。よいしょ。こいつ
消せなかったからね、ちょっと行こうと思います。弾を取ってこっちですね。暗いな相変わらず。シークレットトゥームいつも暗いな。敵が出ないからいいけど、いつも暗い。どうかな。さあ今回も私にとっておきの謎を、えいよいしょ。お手柔らかにお願いしますよシークレットさん。マジでいつも頭痛くなっちゃうからこれ。こっちで合ってるかな。来ました。この洞窟は礼拝所だったみたい。侍女の礼拝所。まずはまずはあっ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 、落ちちゃった。どうしようどうしよう。ここで何をしてるんだろう。魚を取る場所。とりあえず回してみましょう。これを回すとあれが残って、これが移動する。こう移動して、これよいしょ、あれを置いとくのかな、決めとくのかな。止まってないよね。止まってないですね。どういうこと。ちょっと上にも謎がありそう。どういうことだ。あ、はー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 、ん、はー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 、わかった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 、謎すべて解けた。ちょっと待ってね。これをこれをですね、これをね、そうです、これでここに結びつけるんじゃないの。違う違うか。どうすんだろうな。向こう側にやっとくのかな、これ。違うな。ちょっと向こうだね。これを回して、でからの。また戻ってきちゃう。戻ってきちゃう。マジでどういうこと、どういうこと、どういうこと。ここ、あそこも関係ある。これを回して
で離して、あそこを回転させるから、その間に、そうだ、こうだ、こう行って、これ何、こっちも行ける？あ、行けない。からの、これを回して、分かった。謎は全て解けたぜ。よし、もう一回。なるほどね、これを離して、こっちをぐるっとなるから、それに乗って、OK。で、次またあそこがぐるっとなるから、ならない。なるほど。じゃあこういう順番でしょ。これを持ってって、これを回転させて、わ、マジか。ほんで、これに乗って、あれを、こうして、からの、こいつが引っかかって、向こうに飛べて、こうだ！オッケー！いけた！よし！今回も難しかった。ここに食料を保管してるのね。なるほどね、出ましたよ、徳川の秘宝。よいしょ。はあ、サルベージ。オッケー。で、あ、ハンドガンのパーツを。お、伝説の探検家。です。もう私謎はないぞ。行きましょう。もうここに用はないのだ。はい、じゃあですね、次は向こうの崖の方ですね、に登って謎を解きに行ってみようと思います。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また遊びに来てね。バイバーイ。